こんにちは、かおるんです。本日はですね、アンカーさんのイヤホンね、ちょっとね最近気になってるけど手を出しづらい、初挑戦したいなと思ってる方ですね、ぜひこのイヤホンをおすすめしたいです。紹介していきましょう。こちらです。ドン、アンカーさんからサウンドコアスペース A40 でございます。イエイ。これまでね登場してきましたアンカーさんのイヤホンね、めちゃめちゃありますよね。そこら辺のね、いろんな機能をねキュッとね一つに詰め込んで、そして可愛くて小さくてコスパもいいというところのねイヤホンを今回は紹介していきたいと思います。それでは早速基本スペックから見ていきましょう。ドン。はい、基本スペックですね。まず値段が 12,990円となっております。色がね、ブラック、ホワイト、そしてね、ネイビーの3種類となっています。大きさに関しては、今までアンカーさんが出してきましたサウンドコアシリーズ、イヤホンのシリーズの中で最もね、小さくなっておりまして、そしてね、重さが片耳 4.9g というところで、だいたいね、果物のブドウのね、一粒となっております。めちゃめちゃ軽いです。コーデックは SBC、AAC、そしてね、LDAC にも対応しております。あとはウルトラノイズキャンセリングを採用しておりましてね、ノイズキャンセリングのレベルをね、周りのね騒音に合わせてね自動的に調整してくれます。こちらね、アンカーのオリジナル機能となっています。外音取り込み機能もね採用しておりまして、あとは通話品質の方はですね、片耳のねごとにマイクが3つついておりまして、こちらでねクリアな通話が可能となっています。連続再生時間が本体が10時間、ケースがね40時間の計50時間となっておりまして、非常にね長いですね。あとはねノイキャンをつけていた時は40時間、そしてね LDAC をねさらにつけている時は合計時間が25時間となっています。充電ケーブルはタイプ C をね採用しておりまして、急速充電で10分の充電でね4時間も使うことができます。これもすごいですね。ワイヤレス充電にも対応、防水機能は IPX4 となっておりまして、ボタン操作はタッチセンサーを採用しています。さらにさらにマルチポイントにも対応しておりましてね、2台同時に接続可能となっています。アプリにもね対応しておりまして、ここら辺はね後で詳しく見ていきたいと思います。この基本スペックをね見るだけでもね、いろんなねアンカーさんの機能がねもりもりに入っておりまして、アプリとかねノイキャンとかもいいですしね、これにさらに後で詳しく見ていきますが、小さくてね可愛いといった感じになってます。結構ね売れています。似たね機能を持っているサウンドコアリバティ3プロ、こちらとね比べましても値段もね安いですし、あとはね充電時間とか再生時間もね非常にね買っていますので、グレードアップといった感じになってます。はい、ズームして皆さんと一緒に見ていきましょう。まずねデザインですね。今までのねアンカーさんのちょっとね男っぽさのあるねデザインを残しつつ、ちょっとね可愛くなりましたよね。このネイビー色もね僕結構好きです。中もこんな感じ、非常にねイヤホンがね小さくて可愛くて、とてもね使いやすいねシンプルな感じになっています。まあね本当にね誰が使ってもね万人受けするようなデザインとなっているのではないでしょうか。ケースはね少し重たいところもあるんですけれども、非常にね手のひらサイズに収まるコンパクトなデザインとなっています。一点ね気になったのがね、非常にケースからね取り出しづらいですね。こうね平たくなっていてね、ここのね出っ張りの部分とね並行してるので、指をね入れるときにねちょっとね奥のね人差し指が入れにくいです。なので前に向かってねぐっとねこう引き出すような感じでねうまく引き出さないといけないので、ここら辺がねちょっと改善のポイントかな。はい、付属品の紹介をしていきます。まずねイヤーピースが XS から LL サイズまで全部でね5種類ありますね。これでかいな。あとは充電ケーブルのタイプ C、 説明書となっています。はい、つけるとねこんな感じですね。いやー、アンカーさんのねこう男っぽさというかね、少しそういうのがね今まではありましたけど、今回のねスペース A40 に関してはね、女性の方でもねつけられる、ちょっとね小さくてね可愛いデザインとなっております。重さもね非常にね軽いんですけれども、ちょっとだけね気になってね、装着感がねあんまり良くなかったです。なんかねここのね部分ですね、耳に当たる部分がですねちょっとね平たくて、あとね硬くて、
こうね、耳に入れた時にね、ずっとね、当たってる感じがしてね、ここら辺がね、小さいのに、ちょっとね、もったいないかなといった感じでございました。さあ、ここがね、一番重要ですよ。音ですね。まずね、結論から言いますと、非常にね、フラットでございました。安価さんのね、イヤホンってドンシャリで、こうね、重低音がね、グッグッとね、来るような感じで、好きな人がね、結構ね、分かれてしまうっていうのがね、僕の中であったんですけれども、これはね、万人受けね、する音ではないでしょうか。なのでね、ぜひね、アンカーさんのイヤホン、ちょっとね、気になってる方ね、ぜひね、これが一番ね、とっつきやすいのかなと思うのでね、おすすめしたいです。ノイキャンに関してはね、相変わらずすごいですね。こう電車とかね乗っていてね、ガタゴトっていうね、この低いね重低音みたいな、こうねガツンとね響くような音がね、しっかりと消えてて、あとねコッ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 コっていうね、電車のこの車輪がね走っていくね、高い音、こうかね、ちょっと軽い音というか、そこら辺がね残っているだけなのでね、非常にねいい感じです。ただね、圧迫感に関してはね、ちょこっとね、強い部分があるんですけれども、これね、アプリのところでね、自分でね、好きなようにね、調節できるので、圧迫感がちょっとね、強いっていう方はですね、少しね、弱めることもできるようになってます。外音取り込みに関してはね、そこはね、ちょっと微妙でしたね。こちらもね、アプリで取り込むね、音っていうのを全体的にね、まんべんなく取り込むか、あとはね、人の声だけをね、フォーカスしてね、取り込むっていうのもできるんですが、まあ僕的にはね、人の声をね、フォーカスした方がいいかなと思いました。全体だとね、結構どの音もね、高く聞こえちゃって気になっちゃうんですけれども、こうね、人の声だけっていうね、フォーカスになると、人の声がね、高く聞こえて他がね、結構静かになるので、まあ、ここら辺でね、役に立つかなとは思いました。あとはね、デバイス、こうね、PC とか、携帯につないでなくてもね、独立してイヤホンだけでノイキャンとか、外音取り込みを使うこともできるので、耳栓代わりとかにも使えます。アプリはね、非常にやっぱりね、アンカーさん素晴らしいです。できることがいっぱいあります。EQ 調整もね、いろいろね、いろんな音がね、あらかじめ用意されてますし、自分でね、調節することもできます。あとは、Hear ID っていうのをね、使いましてね、自分であらかじめ聞こえやすいね、音っていうのをね、測定することができます。ここら辺でね、だいぶね、音もね、めちゃめちゃもっと良くなるので、ぜひね、買った時やってみてください。ノイキャンとね、外音取り込みはね、いろいろ調節できますよっていうのはね、先ほどの説明通りとなっております。タッチ操作のね、変更に関しても結構なね、選択肢から用意されてるので、ここら辺もね、魅力的でした。マイクテスト、マイクテスト。今ですね、アンカーさんのサウンドコアスペース A40 でね、マイクテストをしております。どうでしょうか？ちゃんとね、僕の声聞こえていますでしょうか？マイクテスト、マイクテスト。それではまとめに行っていきましょう。はい、ということで今回はアンカーさんからね、初めての方にぜひね、手に取ってほしいサウンドコアスペース A40 を紹介していきました。音もね、フラットでね、いい感じですし、あとはね、アンカーさん独自のね、いろんなノイキャンの機能とか、ここら辺もね、しっかり盛り込まれていて、ぜひね、アンカーさんの機能を知りたい方にとってはね、一度これをね、手に取ってみるといいかと思います。逆にこれまでのね、アンカーさんのドンシャリ感がね、大好きだよっていう方とか、すでにアンカーさんのイヤホンたくさん持ってるよっていう方はですね、今回のスペース40、特に目新しい機能っていうのはなかったので、わざわざね、買い替える必要はないと思います。今回のアンカーさんのスペース A40、こちらのね、詳しい製品情報を下のね、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回もカオルの動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してコツコツ頑張っておりますので、ぜひ応援お願いします。それではまたね、次のカオルの動画でお会いしましょう。今日もね、見てくれてありがとう。バイバイ。